ガルシア様、娘を連行してまいりました。よろしい、お前たちは下がっておれ。はっ。お前が銀の文明の民か。なるほど、確かに奇妙な格好をしておる。どうした娘、わしが恐ろしいか。いいえ、あなたが恐ろしいのではありません。恐ろしいのはあなたたちの横島な心。何？教えてください、あなたはあの月商を一体どうするつもりなのですか。決まっておろう。世界に散らばる6つの結晶、それさえ手にすれば古の破壊兵器ギガスを再び復活させることができるのだ。いけません、そのような真似をしたら大変なことになります。あなたはギガスの恐ろしさを知らないのです。ギガスは古代文明が生んだ禁断の兵器、その力は計り知れません。もちろん分かっておる。だからこそバルアが手に入れるべきなのだ。いいえ、月晶とギガスは二度と人間が手にしてはなりません。ましてあなたのような横島な心を持つ人間が手にすることは許されないのです。ふん、お前はこのわしが横島な心を有しているというのか。そうです。あなたはラミレスをどのようにして籠絡したのですか。私が知っているラミレスはあのような人間ではありませんでした。優しくて思いやりのある清い心の持ち主だったんです。あなたがラミレスを変えてしまったんだわ。